はい、さあ、はじゆっちんです。今日ね、見てください、これ。3キロみかん缶詰、こいつで丸ごとゼリーを作ったようと思います。もうこれね、デブ真っ白です。で、ちょっとジンジャーエールとか入れてシュワシュワ感もちょっと出したいなと思ってまして、で、本当はあの板ゼラチンとかの方がいいんですけど、まあ、手に入りにくいとか、あの業務用とかが多いですので、粉ゼラチンで作ってみたいと思うので、よろしくお願いします。アルコールスプレー、シュッシュッシュッ。はい、それでは缶詰開けたいと思います。お、汁がもう溢れてきますね。うっ、おお、祭りだ。これ見せるために全部開けたんですけど、本当は全部開けない方がいいです。汁をちょっと外します。それならこれ、あの蓋代わりにすれば。すごい感じです。汁をちょっと一旦、大体でいいです、大体でいいので外します。そしたらウェルキンソンのジンジャーエール、もちろん三ツ矢サイダーとかね、何でもいいと思いますよ、お好きなやつで。いや、これ汁捨てるのがちょっと甘かったっすね。まあそんなこともあるでしょう。今日粉ゼラチンって俺めっちゃ久々使うんですよ。250で一袋で、これ総量3キロあるんですけど、まあ、汁の量的には1キロぐらいなんで、どうっすかね、5個ぐらいでいけると思います。なんかわしゃーってなったら面白いですよね。6個にしましょうか。6個にしましょう。まあ、この状態からちょっと汁を、あのね、寄付していただいて。よし。まあ、ちょっとぐらいみかんが入ってもいいでしょう。で、この、250で1袋っていうやつを6袋でやってみようと思います。はい、それでは80度ぐらいで粉溶かす感じですね。超簡単です。まあ、そしたらね、これ溶かして、よくこれね、溶かしてくださいね、ゼラーを、ゼラチンを。そしたらね、これを一旦ね、先ほどのみかんですね、で、こういうこすやつあった方が、あのゼラチンの口どけの感じが、あの舌触りなくね、あの茶こしとかで大丈夫ですので、ね、これでよっしゃ、全体を混ぜまーす。で、冷蔵庫入れて待ちます。大丈夫ですかね、悲惨な気がしないですけど、まあ明日までお待ちください。はい、一晩待たなくても結構ね、いけそうだったんで、見てください、ディリッティン、プルプルーンですね、プルプルーンですね。はい、
まあ、サイズがサイズなんでちょっとお皿を置いて、えいやって。引き返してまた缶切りでちょっとで空気を抜いてやればいけると思ってます。はい、あー事故。実行ですね。早かったってことですね。本当に。良い子はね、ちゃんと待ってからにしましょうね。触れますかね、これ。うまっ。どでか。みかんゼリーはちょっと、はい、うん、もちろんね、こんなでかいサイズじゃなくて、あの普通サイズでねやった方がいいと思いますよ。で、このみかんシロップとね、あのジンジャーエールが混ざってすごいいい感じになるので、三ツ矢サイダーとかでもいいと思います。ぜひぜひこの夏試してみてください。あとは僕がひたすらみかん食べます。アーチャーキッチンのあのね、チャンネルページの方から再生リストを言ってくれ、いただけましたら、いろんなジャンルごとに分けてますので、ぜひぜひ、興味ある料理ありましたら、そちらの方から見て、チェックしていただければ嬉しいです。うん。はーい。わーわー言ってます。お時間です。うん。うめえ。うめえけど、量やべえな。はい。翌朝、完全固まってる残りがこんだけあります。ね、ちなみにこれ iPhone7 のサイズとこんな感じですね。はーい。それでは、頑張って今日で食べたいと思います。また見てね。